熊本地震に配慮して記念のセレモニーを中止しました。東京ディズニーシーは2001年の開園から今年15周年を迎えるため、今日予定していた記念のセレモニーを中止しました。熊本地震に配慮したもので、当初は午前10時から運営するオリエンタルランドの会長らが出席するセレモニーが予定されていました。